つか？噂の新入りは。ああ、最近世間を賑わせている最悪の世代の一人らしいぞ。奴が、あの麦わら。いかがですか、ナミさん。5分。3分で開けてみせるわ。ロビン、そっちは？なあなあ。今手に入れたところ。大物だな、モンキー・ディ・ルフィ。ようこそ、ジェイル・アイランド。お前がここのボスか。すげえな、空中監獄。え、そんな、みんな、撤退よ。宝はなかった。これは、罠よ。了解だ、ナミさん。上等だ。空中監獄って大層な名前の割に見張りは大したことねえ。ルフィなら一人で大丈夫だろ。おい、ったくせっかちな野郎だ。ルフィ、撤退だ。先に行くぞ。ああ、分かった。逃がすか。あいつらが迎えに来てる頃だな。俺もそろそろ行くか。なんだこいつら。フランキーラディカルビーム。そう慌てる必要はないだろう。わざわざ招いたんだ。ゆっくりしていけ。今のはフランキーの腕が、回廊石か。油断は良くないな、麦裏のルフィ。仲間のことは気にするな。一緒に始末してやろう。やろう。期待外れだな。やるな。スピード、スタミナ。この首にゴークベリーとは、世界政府も随分羽振りがいい。アイザック監獄長、例の女がまた面会を求めて騒いでいるようです。したな。じゃあな。うっひょじゃあ海に落ちちまうな。よし。追いますか。放っておけ。島のすべては私のコントロール下にある。はっ。麦わらのルフィ、もしも生き延びることができたその時は、せいぜい働いてもらうとしよう。
私の監獄で。あ、気がついた？いて、て、さっきなんか後ろから当たったぞ。大丈夫？君、空中監獄から落ちてきたのよ。お前が助けてくれたのか。ええ、私はジャンヌ。君は？よ。なんだよ。おい！マジかよ。頼む。おう。
怪我はねえか。しししおう、ルフィ。にゃおい、チョッパー。なあなあ、わかった。ありがとうな。なんか用か？おう。またな。頼む。おい。おい。覚悟しろよ。
ルフィ。面白そう。容赦しねえぞ。かかってこい。勝負だ。何度も逃げられるのか。じゃあ。やろう。やめるな。いや。また力をつけやがったか。パラ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 。ガチャ。おい。チッ。なんだ？ん？麦わら。知るか。ルフィ。ああ、なんだそれ。ルフィ、なんだ。よし。はっ。すげえ。
まあ。ありがとうな。アイザックさんがいらっしゃったぞ。アイザック？おお、アイザックさんだ。ああ、こんなところに。あいつ、空中監獄の。ちょっとあんた、何するつもりだい。おい、バカだね。お、他を当たりな。なんだ？ん？ありがとな。ルフィ。にゃあら、すげえ。ええ、ちょっと、もう、まあ、そうね。なんだ？なあ？なんだと？なあ。大丈夫かしら。よ
何だと？あった！ごめんね。もう、まったくもう。ナミ！ねえ。え？まあ。ルフィ。大丈夫？ねえ。え？ちょっといい？お願いね。うん。ちょっと。おう。この。ありがとう。うん。
ちょっと、まったくもう、行くぞ。くら、そうね。飲んだわよ。いいわよ。よし。わかった。あれは、ここっぽいな。よし。待って。やるじゃねえか。よ、フランキー。おう、くそい。ああ、ちょっと、フランキー、ご苦労様。ちょっといい？スーパー任せとけ。
丈夫かよ。どうした？おお！にゃっ！面白そう。どうした？何やってんだお前。しししまったく任せとけ。よほほ。これはこれは。よほ。ブロック。どうも。パンツ見せてもらってもよろしいですか。何言ってんの？よほほほほほほ。なあ。そうですね。よほほ。ごめんね。ありがとうございます。よほほほほほ。よし。ルフィ。よほほ。うん。島は私が守ってみせる。はい。よほほ。ダメだこりゃ。お。なんだよ。どうしよっかな。わかった。はっ。ルフィ。
次が。ああ。もう。チキショー。ねえ。なりが。ちょっといいか。ウソップ。ね。なんだ。おいおい。何言ってんの。あうやわ。もう。なに。ちょっと。大丈夫か。いいか。よっしゃ。面白そう。そうね。なに。気をつけてね。おう。しししすごいじゃない。ダメか。そうだな。そうね。なに。よし。面白そう。よし。はっ。よし。急がないとまずいみたい。ウソップ。あうやわ。任せろ。よし。
し。わかった。おっさん。おお。ねえ、すまねえな。しっしっし、助かった。ええ、頑張ってね。マドモアゼル、うひょー、よ、ああ、な、ざけんな、クソ野郎。マドモアゼル、素敵だ。サンジ。ああ、そうだな。なになに？え？素敵だ！すげえ！なに？そうね。そうだな。任せろ。怪我しないでね。なんだ？え？うひょー！ルフィ、よし、おや、なあ、なあ、おっ、頑張るんだよ。任せとけ。助かったよ。大丈夫かしら。ありがとな。ねえ、なんだ。はい、
しししちょっといいかい？どうした？悪いけど。わかった。なんだあれ。なんだ。おい。の。ご苦労様。よっしゃ。ゼッケンな。ごめんね。助かるぜ。うわーい。まあ待て。警備万全です。ありがとう。なんだ。お、なんだそれ。実験に付き合ってもらおう。うひょー、すげえ。
んだ？へえ。おい、ルフィ。なんだ？おう。おい。おう。よし。任せた。おう。頼む。パラ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 、ガチャ。ルフィ。麦わら。お、何を企んでいるんですか。ああ、己、勝負だ。はい。え？麦わら。なんだ？ちょっと大丈夫？おう。ありがとう。ごめん。そうね。行くぞ。
ルフィ。あら。ああ。助かったわ。ねえ。ありがとう。ルフィ。ありがとうな。よし。麦わらや。な。はい。やれやれ。な。どうした？バリーが。オッケー、下ろすぞ。そうね。しっしっ、ありがとう。ええ、マドモアゼル。おいおい、ちょっといいですか。よし。ねえ。任せな。ありがとう。まあ。そうね。Thank you.
とう。うん。でも兄さん、論理的ではないな。おい、理解しがたいな。まったく。ひどい。礼を言おう。おい。ああ。くそい。ルフィ。なんだ。なんだ？でも、兄さん。おい。
パラ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  ガチャ 報告します ジェレマ W6 が港に到着しました 取引の場所と時間を伝えろ 伝令には細心の注意を払え 海軍の連中に見つかれば また死体が増えることになる は 他の海賊どもの状況は 続々と島に集結しております それから、お耳に入れておきたいことが 実は、この島に世界政府から CP0 が派遣されたという情報があり予想よりも早かったな 世界政府の連中はよほどあれを欲していると見える いかがいたしましょうか 奴らの目的は探るまでもない 放っておけ それよりも うるせえ。悪いな。 よせよ。 そうだな。
ルフィ。わかった。あれは。わかった。てめえ。おい。ああ、お前。よう。勝負だ。落ちこぼれの島にいるのか。恥さらしはどうした。出来損ないは一緒じゃないのか。承知。おい。おい。くそ。ルフィ。どうした？
ありがとう。なんだ、バギーか。このクソ。なあ。ふざけんな。こいつ。なに。よっしゃ。面白そう。おい、なんだ。ギャーハハハハ。島で何をしているのかな、麦わらのルーシー。遅いね。遅い。無駄だよ。
速度は重さ。子供のレッド。怖いね、この若さ。おりゃ。手強くなったね、君。パラ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 。もしもし。困ったね。いいよ。ふざけんな。ダメだよ。もしもし、おかしいね。あれ？悪いけど、ありがとう。わかった。ねえ、よ。うわ
悪い。パラ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 ガチャ。ちょっといい？どうした？ええ。頼んだわよ。おい、くそ。うえ。この島どう見えてますかい？
ありがとう。上がってるとこ悪いんだが、サボ、サボじゃねえか、サボルフィ、なんでお前がここに。なんだ？やれやれ。そうか。でも、
そうだな。ああ。ルフィ。ルフィ。断る。ちょっと。おい。な。アイザックの妹だな。誰？気がついたか。あなたは？俺は闇の正義を遂行する世界政府のものだ。切れたもんだ。な、おいおい、しろよ。惜しい。くそ。
邪魔をするのか、麦わらのルフィ。これも奴の計画の一つとすれば、貴様と争うのは得策ではないな。おい。ありがとう。この島に麦わらがいたとは、アイザックが引き入れたのか。とすると奴の目的は、サイファーポールイージスゼロロブリッジ。ご足労、痛み入る。貴様、アイザック。おい、ふざけるな！やっと来たか。まったく、この野郎。おい、違うな。
前。ん？この野郎は。ほう。許さねえ。ルフィ。どけ。ジャン。おい。ルフィ。くそ。よう。サボ。いや。ルフィ。なんだ。そうだな。ああ。気は熟した。あとは引き金を引き計画を開始する。杯元帥、報告します。なんじゃい、騒がしいの。各地の海軍基地が何者かによって一斉に攻撃を受け、そのうちのいくつかは消滅しました。なんじゃと。しかも襲撃に使われたのはおそらくダイナガンではないかと。海軍が管理しとるあれをまた奪われたっちゅうことか。管理者は誰じゃ。ええ、そのような報告は受けていません。海軍の管理外のダイナガンじゃぞ。まさかあの島か。オルサリーノを呼び出せ。先ほどから何度も呼びかけているのですが応答がなく。島には革命軍やジェルマ W6 など多数の勢力が集まっているとの情報もあり、おそらくその対処を行っているのかと。ほう、随分と集まったもんじゃの。偶然とは思えんが。また麦わらのルフィも島にいるものと思われます。麦わら、まだ生きちょったか。もうええ、わしが島へ行く。はあ。兄さんが武器の密売に関わってる。それだけじゃない、この島のダイナガンにも。兄さん、一体何をしているの。他にもまだ隠していることがあるの。大変だ、ジャンヌ。海軍派の連中が俺たちに向かって発砲しやがった。このままだと戦争が始まるぞ。戦争。どうした？くそ。くそ。おっさん。頼む。よし。
やめて。はあ、ガチャ。ルフィ。くそい。参ったわね。もう少しだったのに。またみんなで一緒に島のこれからのこと考えていけるって思ってたのに。母さん、やっぱり私じゃ母さんみたいにはなれないよ。ルフィ、ごめんなさい。島のみんなが仲良くできるようにあんなに一生懸命手伝ってくれたのに。別にいいだろ、あいつらのやりたいようにやらせとけよ。何言ってるの？戦争が始まるんだよ。みんな怪我だけじゃ済まないかもしれないのに。あいつらが好きでやり合うんだ。それで死んでも俺たちには関係ねえ。死ぬなんて簡単に言わないで。島のみんなは私の家族なの。母さんも兄さんもいなくなって一人ぼっちの私のそばにいてくれた大切な、誰にも傷ついてほしくない、誰にも死んでほしくない。家族がいなくなるのはもう嫌なの。じゃあなんでお前はここにいるんだ？戦争が始まるってもうダメだって諦めてんのはお前じゃねえか。お前があいつらの命を簡単に諦めるなよ。諦めてない。家族の命を私は諦めない。だったら俺を呼べよ。今までと一緒だ。お前が呼べば俺はどこだって飛んでいく。お前が諦めねえなら俺も絶対に諦めねえ。だから一人で泣くな。ルフィ、ありがとう。行くぞジャンヌ、この戦争を止める。うん。お、でもジョブでしょうか。ちょっといい？そうだな。おい、どうすんだ？
恋も警備万全です。ありがとう。そうね、スーパー泣ける。あら、俺もやるぞ。よし、ありがとう。よし、任せな。死ぬ気で頑張ります。もう死んでますけど。しっかり守ってね。片っ端から追い払ってやる。俺もやるぞ。頼むわよ。恋も警備万全です。任せろ。やっちゃって。任せろ。頼んだわよ。行くぞ。倒せん。待てよ。どうした？よろしく頼むぜ。わかった。任せろ。ちょろいもんよ。よし、覚えていますか？昔、島のリーダーが毎朝こうしてみんなを起こしていたことを。私はその娘のジャンヌ、母さんに代わって
みんなの目を覚まさせに来ました。みんな周りをよく見て。目の前にいるのは私たちの敵じゃない。12年前、島が海賊に襲われてからずっと苦しかったね。大切な人を殺されたり、誰かの言いなりになったり、逆らって傷ついたり、もう誰を恨んだらいいかわからない。でも誰かにぶつけたい、聞いてほしい。自分がどんなに辛いかを。私が聞くわ。みんなの辛いこと、悲しいこと、苦しいこと、全部私が聞く。だってみんなはこの島で一緒に生きてきた私の家族だから。広場に集まって、これからみんなで話そう。今までのこと、そしてこの島の未来のことを。やるな。素敵だ。ありがとう。私の計算を狂わせるとは。お前がそう望むのであれば。行くぞ。そうね。おう。兄さん、期待外れだな。違うな。それがどうした？兄さん。
今度はお前が引き金を引くのだ、ジャンヌ。ダメ、みんな逃げ。恨むのであれば変わることを選んだ己を、お前を変えた麦わらのルフィを恨め。これで計画は元通りだ。当たり前だ。全部守るって言っただろ。ありが…でも…ちょっと…チョッパー任せろ。許さねえ。おい。ふざけんな。なんだと。おのれ。邪魔だ。覚悟しろよ。
ち。いや。まったく。ジャンヌ、私は海軍へ行く。そして母の命を奪った海賊どもを根絶やしにしてやる。お前はこの島にいろ。お別れだ、ジャンヌ。兄さん！おい！兄さん。くそい。な、なに？そうね。兄さん、わっ、おい、よし、フランキー。はあ、おいおい、腕が鳴るぜ。貴様にも。なんだそれ。まったくもう。ええ。よほほほほほほ。俺もやるぞ。みんな。あいつらぶっ飛ばすわよ。行くぞ。準備はいい？ありがとう。そうね。
急いでね。どうした？おい、よし。ごきげんよう。さあ、みんな。あれ。頑張れよ。ええ。行くぞ。まさかこんな島で殺し損ねた海賊と再会できるとはどう？ドラゴンの息子を。お前、赤犬！貴様がその名で呼ぶなら、わしもあの時に戻ってゴムゴムの槍の仕事を片付けようかな。麦わらゴムゴムの逃がしやせん、ゼオリア。逃がしやせん、ゼオリア。逃がしやせん。鬱陶しいの。落ち着けルフィ。お前の目指す場所はもっと先だろう。サボ。ルフィ。な。手を貸してやるよ。わかった。一度ならず二度までもこのわしが逃がすわけがなかろう。危険。チートどこかで見覚えのある日じゃの。俺はサボ、革命軍の参謀総長にして麦わらのルフィの兄だ。悪いがこの先通すわけにはいかない。あいつの兄としてな。準備は万端だぜ。行くぞ。角度よし、距離よし、方角よし。邪魔だ。てめえ今までどこを突き歩いてたんだ。島中だ。よし、行けるぞ。何でもキャノン発射。スーパー
ありがとう。行くぞ。理解しがたいな。この男と出会ったことでお前は変わったのだな。変わったんじゃない、気づいたの。守るべき大切な人たちと本当の気持ちに。残念だ。兄さん、何を。お前はもう眠っていろ、計画の邪魔だ。あいつには用はねえ。もう一度アイザックと話をさせてやる。何やってんだ。ジャンヌは家族じゃねえのか。くだらないこと。あいつを生かしていたことが、全てを捨てる覚悟ができていなかった証だ。私は今全てを捨てる。喋るなよ、アイザック。分からんやつ、お前がここにいる理由はないだろう。麦わら。
三階だ。計算外だ。それがどうした？お前！ふざけんな！麦わらのルフィ、一つ分かったぞ。私はお前が大嫌いだ。
やめろ、行かないでくれ母さん。アイザック、そりゃ私だって行きたくはないわよ。だったら。でも行かなきゃならないの。あなたもいつかわかるわ。迷ったらあなたの手には何があるかよく見てみなさい。それがあなたを強くしてくれるはずよ。ない、何もないんだ。全部、全部捨ててしまった。あら、そんなに簡単に捨てられるのかしら。あるはずよ、私が守ったもの、あなたが守るべきものがそこに。さあ、目をそらさず見てみなさい。母さん、母さん。兄さん、兄さん。ジャンヌ、麦わら、お前が私をここに。兄さん、空中監獄がだんだん下に落ちているの。衝撃でダイナガンが爆発したら、島が、みんなが死んでしまう。なんとかしないと。兄さん。ジャンヌ、お前は母さんの復讐をしたいとは思わないのか。思うわ。ならば。でもそれよりも私は母さんが守ったものを守りたい。兄さんと一緒に。だから兄さん、いい加減力を貸して。兄さん。何がそんなにおかしいのよ、こんな大変な時に。麦わらのルフィ、用事は済んだろう。そろそろ引き取り願おうか。下にお前たちの船が来ている。お前はどうすんだ。ダイナガンを世界政府に渡すことはできない。このまま空中監獄ごと爆破する。もう少し島から距離を稼ぎたいが、予定外の戦闘で水力が落ちている。対三対将用に作ったアーマーをお前が私に使わせたおかげでな。論理のかけらもないバカを相手にするとろくなことがない。ね、兄さん、何を。麦わらのルフィ、私はお前が嫌いだ。だからお前をここから落とす。うわ、兄さん、ルフィ。ジャンヌ、すまなかった。兄さん、待って。兄さん、私は兄さんともっと一緒に。島を頼む。母さんの守った私たちの島だ。私も私のやるべきことをやろう。兄さん、やっとやっと兄さんが帰ってきたのに。聞きたいことも話したいこともいっぱいあるの。今は市場を優先してる場合じゃなさそうだな。
よそ見しとる余裕はありゃせんぞ。ん？島民が危険な目に遭っている時だ。チンピラに関わってる場合じゃございやせんでしょう。戦争はしまいじゃ。島民たちを避難させろ。ありがとう、ルフィ。こっちこそ。世話になったな。兄さんはきっと生きてる。そんな気がするの。だから、いつか兄さんが帰ってきたとき、ちゃんと胸を張って迎えられるような島に、みんなで変えていくのが、今の私の夢。そっか、いい夢だな。頑張れよ、ジャンヌ。うん。ルフィも夢を叶えて、もしまたこの近くを通ることがあったら、その時は生まれ変わったこの島を見に来てね。ああ。ルフィ、早く死ねと海軍の連中が。わかった。今行く。